はい、どうもおめでとうございます。逆転検事実況プレイやっていきたいと思います。ちょっと久しぶりに撮るんだよね。なんだっけとりあえず敵のアジトっつったらなんか語弊があるけど、やっていくか。みずるきさん、危ないですよ。割れた鏡か、ホラーハウスにあったものか。修理でもするつもりだろうか。なぜこんなところに。怪しいところを片っ端から調べよう。怪しいところ、まあ鍵だよね。なへ鍵ないやん。む、これは何の鍵だろう。何なんでしょう。そういえば隣の部屋でも鍵を見つけたな。ってことは落とし穴の鍵ですね。落とし穴、あれは落とし穴ではない。君が勝手に飛び込んだだけだ。穴があったら入りたいって言うじゃないですか。そういう意味ではない。そういう意味ではないね。特に気になる点はない。調べられるってことはパイプ椅子か。犯人たちが座っていたものかもしれないな。 1,2,3 使われたパイプ椅子は全部で3脚だね。ってことは3人いたってことか。っていうか自演の可能性がかなりあるよね。そのだからあのいかにもダメ息子って感じのヒカルくんやっけ。ヒカルくんがどっかであの借りようぜで借金して、その借金を返せなくなったから、なんていうの、自演で誘拐を企んだんじゃないかなと私は思っているんだけど、よいしょ、バンドーランドのポスターが貼られている。面白くて楽しくて尊くて、あなたの瞳にバンドーランド。微妙なキャッチコピーだな。めっちゃ微妙やな。湯飲みか。 1,2,3 湯飲みは全部で3個あるね。はいはい、じゃあそろそろロジックできるんじゃないか。い3つの湯飲みとパイプ椅子、まとまるでしょう。湯飲みとパイプ椅子、その共通点はどちらも3つあるということだ。そういえば消えた着ぐるみも3つだったな。あれ、でも誘拐犯は2人組じゃなかったっけ。確かに数が合わない。ヒカルくんも見ていない3人目がいるのかもしれないな。ヒカルくん合わせて3人なんじゃないですかね。他はよいしょ、このあれ壊れた着ぐるみを置く場所のようだな。なんだか不気味ですね。捨てるためか解体されているようだな。不気味だね。控室のゴミ箱は不要になった着ぐるみを捨てる場所のようだ。ゴミ箱っていうにはちょっとでかい気もするけど、この樽ウエスタンエリアにもありましたね。うむ、そのようだな。ウエスタンエリアでも思ったんですけど、中に何か入ってないんですかね、この樽。目が生き生きしてきたな。ああ、ヌスッとのあれが使っていないパイプ椅子が片付けられている。几帳面ですね。四隅まできっちり揃えてますよ。こんなにきっちりされるとなんだか使うのが忍びないです。元に戻す気はないよ。あ、この部屋にも落とし穴があるよ。これは落とし穴ではない、地下通路への扉だ。分かってますって。外への扉の鍵が閉められていたから、ヒカル君はこっから逃げたと言っていたな。どうなんでしょうね。これは刀だね。折れちゃってるけど不思議だな。なぜ折れているのだろうか。扉付近に落ちていた真っ二つに折れている。刀が一人でに折れることなどありえない。それはそうですね、こう考えるべきなのだ。誰がどのような理由でこの刀を折ることになったのか。むむむ、漠然と考えても答えは出ない。より深く、より先を考えるのだ。難しいこと言うな。解体された、とりあえず今のところこれしかないから合わせてみるね。多分違うと思うんだけど。違うね。もうなんかあのまとまった瞬間の雰囲気で違うかどうかわからなくなってきた。わかるようになってきた。他なんか調べられるところは、この扉の先は三鶴木さんが犯人にやられて閉じ込められちゃった部屋ですね。もうその話はいいだろう。三鶴木さんがノーってすごい顔してた部屋ですよ。分かっていじってるやろお前。その話ももういいだろう。あと調べられるところっつったらなんかあるっけ。扉は警察によってこじ開けられている。怪しい場所は隅々まで。お、調べさせてくれんのかい。ああ、取っ手の部分がかなり歪んでるみたいですね。
警察が無理やりにこじ開けた時に歪んだのだろう。あれ、これおかしいですよ。鍵の部分が壊れてないです。何、警察が無理やりこじ開けていたはずだが。鍵が閉まっている扉を無理やり開けたんだったら、こんなんじゃ済まないですよ。もっと壊れてるはずです。外への扉の鍵は壊れていない。どういうことなんだ。ああ、ここで刀と合わせるんだね。ほい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 、行ったね。こじ開けられたはずの扉の鍵はかかっていなかった。錠前の状態を見る限りそれは確かだろう。でもさ、警察の人たちかなり必死で扉を開けたらしいよ。鍵はかかっていなかった。しかし扉は閉じられていた。こいつによってな。あ、もしかして。つっかえ棒がされていたのだ。取っ手の部分を見たまえ。取っ手の部分が歪んでいるだろ。だからこの刀は折れていたんだね。折れた模造刀を捜査手帳に記録した。犯人のアジトのトラビアのつっかえ棒に使われた。詳細で見られる。誘拐犯の正体を示す手がかりを探していたわけだが、どうやらいろいろと確認しなければならないことが出てきたようだな。おーおー、びっくりした。普通に怖い。キャッ、なんだ。おや、これは三剣様ではありませんか。なぜそんなところから出てくるのだ。これは従業員用の地下通路でございますからね。私たち逮捕君もいつも使っているのですよ。そんなこと言ってないで、とにかく出てきたら。あ、これは失礼よ。これ誰？プロト逮捕君ゲット。これであと一人だね。何の話をしているのだ。ほら、忘れちゃったの。ホトラリーだよ。見て、あとはワラホ君だけだよ。そういえばそんなものもあったな。いや、あいつの中身見た方がいいんじゃないの。これはない。どこに行ってしまったのですか。ん、なんだ、どうしたんだ。ワラホ君の着ぐるみがないのです。ああ、なんだ、それですか。それはね、誘拐犯に盗まれちゃったんですよ。私もその話は聞いておりました。でも盗まれたのは3体だけだと聞いていたのですが。何、3体ではないというのか。ポルト逮捕君、その話詳しく聞かせていただこう。なんで、なん、ま、まずまずその仮面っていうかさ、マスク取るとこからでしょう。ワルフ君がないというのはおかしいのでございます。ワルフ君の数が足りません。着ぐるみは予備も含めてそれぞれ2つずつ用意してあります。1つは園内を歩いているから。残りの1つずつがあの部屋に置かれていた。いえ、ワルホ君は2つ置いてあったはずなのです。え、どうして。ワルホ君の着ぐるみは普段使わないのです。毎日決められた時間にイベントがございまして、ランド内のあちこちでワルホ君が悪さをいたします。プロト逮捕君の構えな。それを他の逮捕君たちが捕まえるショーでございます。もう完全に手慣れてる構えやからな、あれ。そんなものがあったのか。それが唯一、ワルホ君の着ぐるみが使われる時なのです。道理でなかなか写真が撮れないと思った。もうショーの時間が近いのに、着ぐるみがございません。これは困りましてございます。つまり、犯人の盗んだ着ぐるみは4体だったということか。それじゃあ犯人は4人だったってこと？いや、その可能性は低いと考えていたよ。どうして？盗まれた着ぐるみの状況をよく思い出してみたまえ。盗まれた着ぐるみ？犯人が4人でないことを示しているのは？犯人が4人でないことを示しているのはこれか。おい。もし4体目を盗むならば、逮捕ちゃんを盗む方が自然だとは思わないか？あ、そっか。そう、しかし犯人はワルホ君を盗んだ。なぜかはわからないが、犯人はワルホ君が2体必要だったのだ。3人組の誘拐犯が盗んだ4体目の着ぐるみ。ワルホ君はどこに？話す。先ほどから気になっていたんだが、プロト逮捕君、君はなぜ私の名前を知っているのかね。三剣様は有名でありますから、気になさらないでください。有名？私か？もちろんロンでございます。ご活躍は聞いております。三剣さんってすごいんですね。どこかで会ったことがあるよ。気のせいか。いや、マスク取ってもらったらいいでしょうよ。なんでお前ら自然然となんこいつと喋ってんの。怖えやろこいつ。ロジックなんかできるか。ワルホ君、ああこれだな、完全に。あ、いった。2体目のワルホ君の行方、意外と近いかもしれないな。どういうこと。いや、間違いなくこれでしょう。そこのゴミ箱に捨てられてる着ぐるみ、
特徴的な腹巻きが見えてるだろう。本当だ、取り出してみましょう。うむ、やはりワルコフ君だったようだな。あー、なるほど、これはもう完全にやってますわ。手の、なんていうの、着ぐるみの手の中から拳銃を撃ったって感じだね、これきっと。頭はないけどね。怪しい場所は隅々まで調べるとしよう。これしかないでしょ。調べさせんなよ。これなんか手を怪我してますよ。ん？手から何かを引き剥がした跡があるな。引き剥がした跡？違うな、これは。俺の推理ガバガバやからな。この場所、あの証拠品と関係があるのか？引き剥がした跡。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 なんだ引き剥がした跡って。詳細。光る宛ての借りようぜ。足跡の形と血痕が流れていないことから着ていた可能性が高い。引き剥がした跡。あ、なんだろうか。ちょっともうちょっといろいろ調べてみようか。アルホ君の右手が破れているのはなぜだろうか。タイホ君と戦って怪我したのかも。やっぱりあんな売れませんね、タイホ君は。そんなに凶暴な生き物だったのか。どこ調べても、いやもうこれしか出ないんだね。ってことはもうここしかないよね。調べて。手から何かを引き剥がした。それに見合う証拠品あるかい？詳細。引き剥がした後、引き剥がした後、引き剥がした後。引き剥がした後。ん？着ぐるみは頭と体に分かれる。その頭の部分、監禁場所に残されていた。これじゃないかな？違う？引き剥がした後。あ、当たった？この状況とこの証拠品、二つは完全に矛盾している。どういうことですか、みつりさん、教えてください。いや、ちょっと待ってくれたまえ。完全ではないかもしれん。完全じゃなくても矛盾はしてるんですよね。していない可能性もあるかもしれん。これ間違えたな。みつりさんらしくないですね。はっきりしてくださいよ。ははむぐ、すまない。この捨てられていた着ぐるみが持っている違和感、真実の姿を頭に描くことで真相へ近づけるはずだ。あ、引き剥がした可能性。でもまあ間違いなく推理なのは間違いないよね。こんなとこで詰まりたくないんだけどね。引き剥がした後、つっかい棒じゃないよね、まさか。引き剥がした後、ああ、銃か。はい。どうやら矛盾しているようだな。ん？どこがですか？そういうことね。よく見たまえ。ワルホ君の右手に本来あるはずのものがない。ん？ああ、拳銃か。てかさ、ガチのカチャなんこれ。カチャってなんだ？チャカだよ。ガチのチャカ？そうだ、ワルホ君は常に右手に拳銃を持っているキャラクターだ。君、ワルホ君の右手の拳銃は取り外せたのだろうか。いいえ、拳銃は着ぐるみにしっかりと固定されておりました。やはりな、この着ぐるみにも無理やり引き剥がした跡がある。この拳銃はもちろん偽物だろうな。ええ、もちろんロンです。ただのモデルガンでございます。そうだよね、さすがに。しかし空砲を撃つことはできるようになっておりました。ショーの際に必要になりますので。どうやら犯人はこのモデルガンが欲しかったようだな。失われたモデルガンを捜査手帳に記録した。お、捜査終了。この場所の調査はこんなところだろう。これからどうするの？いろいろなことが分かった。詳しく話を聞かなければならない人間がいる。行くぞ、ミコモ君。誰だろう。ウェスタンエリア、水野健二。大変っす、大変っすよ。どうしたのだ、糸のこぎり刑事。正門前で、太保君の着ぐるみが発見されたっすよ。何？
それって犯人が着ていた。そうっす、すぐに正門前に来るっすよ。今ならまだあの狼男はいないですから。よし、正門前に向かうとしよう。あ、つこのタイミングで続くの。はいはい、さらわれる逆転、次は後編ね。オッケー。同日午後3時45分バンドーランド正門。どこで見つかったの。糸のこぎり刑事、糸のこぎり刑事、着ぐるみはどこだ。噴水の俺っすよ。なんで見つからんかった。噴水の俺っていうか、もう裏とかないでしょ別に。普通に探すよ。こんな目立つところに置いてあったの。もっと奥の方の草むらの中にあったっす。調べるためにそこから移動させたっすよ。早速調べさせてもらおうとしようか。もう調べてくださいと言わんばかりに物が落ちてるけどね。怪しい場所は隅々まで調べるとしよう。これでしょう。なんだこれは。これペンダントじゃないですか。本日2つ目のお宝ゲットですね。おお、これも綺麗なプラチナシルバーです。小倉のものに引き続き、またもやペンダントか。この2つのペンダントは。そこまでだ。お、来たか狼。まあおそらくあのお姉ちゃんのものだと思うんだよね。その手をどけな。追いたかすぎるぜ、ケンジさんよ。くっ、ペンダントか。これが決定的な証拠ってやつだな。なんだと。ここを見てみな。なんて掘ってあるか読めるか。姫子、姫子って掘ってあるよ。姫子のペンダントを捜査手帳に記録した。私、私、やっと捕まえたぜ、誘拐犯さんよ。違うんです、だって私は。姫子、まさか君が僕を誘拐した犯人だったなんて。ヒカルくん、嘘、姫子さんが誘拐犯だったの。そんな簡単な話じゃないんだろうね。はい。そんな簡単な話じゃないんだろうねって言った瞬間に、はいっていうのやめて。本当にほんまに俺がバカみたいになるから。私がヒカル君を誘拐しました。誘拐犯は姫子さんだった。だがそれだけではこの事件が終わったことにはならない。おい野郎ども、事件は解決だ。車を用意しな。このお嬢さんを乗せる特別なやつをな。あった。へっ、何だってんだよケンジさん、まだ何かあるのかい。殺人事件の犯人を姫子さんだというのか。君は原井巡査を疑っているはずだろ。はっ、見つかったんだよ。見つかった。原井巡査の拳銃さ、園内の茂みの中に落ちていた。どうやら本当に落としたらしいな。この国の警察はひでえもんだ。もし本当に原井巡査がその辺の草むらに落としたんやとしたら、本当にこの国の警察はひどい。なんすと。この拳銃で撃った形跡はなかった。こいつは凶器じゃねえ。原場淳さんの容疑は晴れたということか。そこで新たな容疑者さんのご登場ってわけだ。誘拐犯の仲間あれが殺人事件に発展した。ケンジさん、あんたも言ってたことだと思うがな。姫子さん、まさか殺人なんて。私が殺しました。そんなはっ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 は、最高だね。いいミスターロー、この事件はまだ終わっていない。外犯にもなんか鼻息が荒いじゃねえか。犯人の自白は取れた。決定的な証拠もある。他に何が残ってるってんだ。オリと姫子さん。はい。誘拐事件、そして殺人事件、今日この現場で、この場であった全てのこと、あなたの口から聞かせてほしい。どうしてですか。私が誘拐犯で殺人犯なんです。おお、俺この姉ちゃんやと思ってたけど、このかばい方は違うな。何かかばってるな。それでいいじゃないですか。あなたが犯人、それでもいい。それが真実であるならば。てか自分の髪の毛切ろうとしてない今。あなたは本当のことを話すだけでいいんだ。それができない理由はないだろう。気が変わったぜ。あんたの間抜け面が見たくなってきた。話してやれよ、今日あんたが犯した全ての罪をな。オリと姫子の告白。誘拐を計画したのは執事の小倉さんでした。ヒカルコン誘拐すればお金が手に入るのは分かっていました。天の川さんなら絶対お金を払うはずだって。計画はうまくいきました。でもお金を手に入れた途端、小倉さんが私を裏切って殺そうとしたんです。
聞いての通りさ、彼女は自分の罪を認めている。自首してくる犯罪者は嫌いじゃねえぜ。姫子さん、それがあなたの言う真実なのですね。ええ、そうです。おそらく彼女は何かを隠している。告白の中にありえない部分はなかっただろうか。あったかい。追求開始。オーリーと姫子の告白。はいはい。ヒカル君を誘拐すればお金が手に入るのは分かっていました。天の川さんなら絶対お金を払うはずだって。計画はうまくいきました。でもお金を手に入れた途端、小倉さんが私を裏切って殺そうとしたんです。姫子さん、仲間に裏切られたんですよね。なんかかわいそうになっちゃって。確かにかわいそうだが、彼女は何かを隠している。告白の中にありえない部分。ありえない部分あるかい。誘拐計画者の羊、まあとりあえず揺さぶっていくか。被害者との面識は？ヒカル君のお家で何度かお話をしたことが。何度か？それだけか。あ、はい。誘拐の計画を持ちかけるには関係が薄いように思うが。そうだよ、計画を盗まれちゃうかもしれないのに。小倉は最初から計画の最後には裏切るつもりだったんだろうよ。だからあえて無関係性の薄い相手を相棒に選んだ。そういうことだろ。なあ、シーナ。おう、喋った。しかし小倉は相棒の選択に失敗した。裏切った相手に逆に殺されてしまったのだから。まさか反撃してくるとは思わなかったんだろうな。ヒカル君を誘拐すればお金が手に入るのは分かっていました。分かっていた。何を根拠に。キャッ、やだ、私どうしよう。三雲君、彼女はどうしたのだ。もう三剣さんの顔が怖いからですよ。もう少し優しく聞けないんですか。む、ダメよ姫子、あなたはいつだってそう。冷たい目の男の子に弱いから、だから幸せになれないのよ。ですって、冷たい目をした三剣さん。余計なお世話だ。姫子さん、証言を続けてもらえるだろうか。はい。天の川さんなら絶対お金を払うはずだって。あった。なぜそう思ったのだろうか。天の川さんのことを知っていれば誰でもわかることです。ヒカルさんはあのおじさんにとってのお宝だもんね。親バカとはそういうものなのかもしれんな。私いつも思ってました、ヒカル君が羨ましいなって。そっか、姫子さんのお父さんは。このペンダントもお父さんからもらったものなんです。私信じてます、これを持っていればいつかお父さんが見つけてくれる。ペガサスに乗って迎えに来てくれるって。もうお父さんに課されてるハードルが高すぎるよ。お父さん迎えにも来れんわ。そんなこと言われてたら、このペンダント彼女にとってはペガサスの翼といったところか。はいはい。なぜそんなことになったんだろうか。わかりません。でももしかしたら最初からそのつもりだったのかも。姫子さん、小倉が最初から姫子さんを殺すつもりだった。そんなことがありえるんだろうか。どうする、異議を唱えるか。唱える、ここしかないもん。姫子さん、それはありえない。え、小倉にあなたを殺すことができたとは思えない。どうしてですか。所詮私たちは赤の他人です。お金のために殺そうとしても好きじゃ。姫子さん、あなたは何も分かっていない。どういうことですか。自分がこの事件で果たした役割も、自分が本当は何者なのかも、それを示す証拠品がここにある。小倉が姫子さんを殺せないことを示す理由はこれでしょう。これは、そのペンダントはどうしたってんだ。馬のペンダントとこの証拠品があなたが何者かを指し示している。え、あ、何、あー、これだっけ。あー、これね、はいはい、よいしょ、どうぞ。その証拠品がこのペンダントと何の関係が、あ、間違えた、あるわけないだろ。間違えた、このペンダントと明らかに関係しているものがある。このペンダントが事件の鍵を、馬のペンダントとこの証拠品、え、普通にこのお姉ちゃんの持ってたこれでいいのか。この2つのペンダントよく似てると思わないだろうか。恥ずかしい、普通に間違えたな、さっき。確かに色や材質が一緒だ。この2つのペンダントは対になっているのだよ。え、試してみようじゃないか。あ、ペガサス、ぴったりだよ。ぴったりだけど、このペガサスに乗ってお父さんを迎えには来ないよ。どうして、私のペンダントと小倉さんのペンダントか。
その理由、君は想像がついているのでは。なんなら知ってそうだけどね。そんな、嘘よ。二つのペンダントを一つにする。はっ、チャチな手品だぜ。それで何かが変わったとは思えねえけどな。ふっ、それでは想像力のない君のために証拠品をお見せしよう。ペンダントの意味するを指す、示す証拠品とは、ペンダントの意味を示す証拠品で、これでこれかい。あ、ここでこれかい。小倉ますみとは仮の名、俺この一人娘のことを言いたかったんだよ。小倉ますみとは彼の仮の名前に過ぎない。彼の本名は倉増澄夫。そのペンダントに刻まれた名だ。なんだと、偽名だったというのか。彼は脱獄囚として身分を隠して暮らしていたのだ。そのことはこのクラマについての記憶が物語っている。そしてペンダントの意味を示すのはこの部分ね。はい。彼には一人娘がいた。それが彼女、オリと姫子さんだ。嘘よ、あの人がお父さんだなんて。身分を隠していたクラマは父親だと名乗ることはできなかったのだ。彼はひっそりと君を見守っていたのかもしれないな。生き別れた娘を殺そうなどとするだろうか。いや、そもそもこんな誘拐計画に巻き込んだりするだろうか。ミスターロー、何がおかしい。あんたのめでたい頭の中に決まってんじゃねえかよ。なんだと。あんたはとことんアマちゃんだよな。もう一つの可能性を考えられないのか。もう一つの可能性だと。もう一つの可能性ってことで、ちょっとこっからやっちゃうと長くなっちゃいそうなので、今回はここまでで終わりたいと思います。なんだろうね、もう一つの可能性って。普通にあれかい、娘が自分を捨てた親父のことを恨んで殺した的な推理でもすんのかな。またよかったら見てやってください。それではまたね。